募集中。感傷な感情止めとない気遣い満響も丸い地球をテクテク浮遊進めすり替えてしまったと何でそっかけ世知辛いよはまだ末白い錠剤を飲み込みひたすら驚かうとびきりだった妄想ということで始まりました京都駅全ホーム探訪企画です。今回は各ホーム手短に解説していこうと思っております。 JR 京都駅の他に近鉄と京都市営地下鉄烏丸線が乗り入れていますので、今回は JR のみですがいくつか紹介したいところでございます。この京都駅には大阪、福井、金沢を結ぶご覧のような特急サンダーバード号、京都、関西空港を結ぶ関空特急はるか号、飛騨高山を目指す特急ワイドビュー飛騨号、東京新大阪を最速で結ぶ新幹線ののぞみ号など多種多様な特急電車貨物列車が往来しています。また関西のアーバンネットワークを支える新快速電車湖を東西から挟みます琵琶湖線、そして湖西線、近鉄のライバル路線である JR 奈良線、保津川下りで有名な桂川保津川に沿いまして福知山方面を目指す佐賀の山陰線などの路線も充実しています。四方八方を結ぶこのターミナル駅 JR 京都駅、鉄道としては国鉄時代の新快速電車である117系電車から現在神戸線、京都線などを走る最新鋭の225系まで多種多様な車両を見ることができるのもこの京都駅の特徴です。ということでこちら0番線です。やってくる列車のバリエーションが一番多いと言っても良いホームになります。現在はサンダーバード号、ワイドビュー飛騨号、そして普通電車、草津線直通列車、新快速電車などがやってきます。朝にはこの0番線で解決切り離し作業をする新快速電車も見ることができます。ご覧いただいているのがこちら、奥に新快速電車がいまして、手前がサンダーバード号です。全体的に高級感があり広々としているこの0番線ですが、特急ホームということもあり待合室や売店、自動販売機などが多いため大変便利でございます。
京都駅の中央口、烏丸中央口というところが一番近くなっていまして、12両編成の対応しているホームがあります。サンダーバードは基本的に9両編成または12両編成でやってくるようです。またこの0番線の奥に、あります30番線という関空特急はるか号の発着するホームとして知られるはるか彼方にあるはるかホーム、そのはるかホームがですね、9両編成の対応をしているということで、すべてつなげると、日本で一番長い、ホームと、そういうことになっているわけです。全長は323メートルの0番ホームと235メートルの、30番ホーム、こちらを合わせてですね558メートルとなっております。日本を代表する駅の一つで、 JR 在来線特急の発着種類がですね日本一多いとも言われるこの京都駅なんですけども、この一番長いホームとこの京都駅には一番番線数が多い、ということにもなっておりまして、番線数っていうのかな、実際は34番線という場所までありますから、実際にこうたくさんの番線の数があるというのは間違いありません。ですが線路が34本もあるとそういう話ではないです。それについてはこれから見ていきます。ということで、簡単な話なんですけども、ホーム番号と線路番号が食い違うため、2002年にですね3月でしたっけ、ゼロ番ホームという名前になったんですけど、昔は1番線というふうに、言われておりました。一方この JR 京都駅におきましては、新幹線と在来線2種類のものが乗り入れているということになるんですけども、新幹線の方は0番線、1番線、2番線という表記、そして JR 西日本の在来線の方では何番乗り場、0番乗り場、1番乗り場と、そういうふうに表記されております。ということで、先ほどご紹介した0番線から1個飛んで2番線ということになります。なぜこの2番線になったかというと、間に1本線路があって、線路番号の食い違いのため2002年に0番ホームと名前が付けられ、改定されたため1番ホームがないということになっています。画面真ん中の線路が1番線路と、そういうことになっております。ということで、2番線について話していきましょう。2番線はご覧の通り、新快速電車、快速電車ですねがやってきます。西明石から高槻の間を快速として走る普通電車もここの対象です。2番線には上り電車がやってくるということなんですけども、行き先は多岐にわたりまして、米原、安、大見塩津、敦賀などがあります。12両編成対応ホームでありまして、湖西線と琵琶湖線、その2つに、行き先が分かれるということになります。3番線の湖西線にもスムーズに乗り換えができる、そういう駅になっておりまして、5号車から9号車付近は大変混雑し、中央付近の階段、エスカレーターの間の部分などはホームが大変狭いため、僕歩いたことあるんですけど、とても危険でした。約半年ほど前にはですね、事故防止のために2番線に昇降式ロープ柵と呼ばれる、現在ご覧いただいているこのような柵が設置されました。また9月には5番線にもロープ柵が設置されまして、現在は運用が始まっていると思います。新快速の湖西線方面と琵琶湖方面、琵琶湖線方面、快速電車が同じホームに到着するので、やっぱりですね、新快速に乗り間違えたり、快速に乗り間違えたり、または米原方面に乗り間違えたり、湖西線方面に乗り間違えたりと、ご乗車の多いホームでもあります。3番線です。3番線には湖西線方面の折り返し列車が多くやってきます。ですから駅名表なども湖西線色の水色になっておりますが、新快速電車はこちらにはやってきません。普通電車と一部の快速電車が到着することになっています。3番線は2番線と同じホームのため、大阪方面からやってきた、先ほどご紹介した新快速などのような列車からスムーズに湖西線の列車に乗り換えをすることができます。3番線ホームが京都駅で最も混雑している印象ということで、ご覧いただいている映像でもかなり人が多いということを見受けることができます。平日の日中でもかなり人が多いんですね。
また先ほどのように117系などの国鉄時代の車両も入線することがありまして、このような光景が見れるのもあと少しというところであります。他に223系6000番台、今ご覧いただいているようなものは1000番台という部類に入るんですが、6000番台と呼ばれるような120系に221系などと並結することができる列車もやってきます。合成線の折り返し列車は回送として後で説明しますが、7番線というところに入ってくることもあります。ご覧いただいているのは117系電車でございますが、こちらもあまりそう長くはないということになっております。またこの場所には留置線がありまして、3番線と4番線の間に2本の留置線が存在しております。本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございました。コスモスクエア、コスモスクエア終点です。ホームドアがない先ほどから2つ留置線を挟んだ4番線です。4番線と書かれております。こちらの4番線は日中はあまり使用されないホームとなっておりまして、ダイヤの関係上西明石京都間で各駅停車をする普通電車の折り返しホームとなっています。ご覧のように5番線ばっかり列車がやってくることがわかりますね。行き先としては西明石、宝塚行きなどがあるんですが、朝ラッシュは夕方に主に利用されることが多く、また12両に対応していますが、やってくる列車はこのように7両編成の新三大駅とも書かれておりますが、普通電車207系または321系がやってきます。先ほどの3番線、4番線の間に左側見えております2本の線路がありまして、こちらが留置線となります。こちらには国鉄車両の列車が留置されている、そういうこともございます。今見えているのは新三の駅です。5番線です。5番線にはなかなかこの駅名の番線数を見ることができなかったので、ちょっと探すのに苦労しましたが、5番線は下りの普通電車、快速電車、新快速電車がやってきます。普通電車というのは西明石高槻間を快速運転する普通電車のことです。新快速は、このようにですね、全て姫路方面行きということになっておりますが、上り線は湖西線、琵琶湖線と複数あるのに対し、下り方面は全て大阪、姫路に行くことができます。一部の普通電車は福知山線などに直通する列車がありますが、このホームにはあまり乗り間違いはないということで、現在は5番線はロープ柵の工事が行われておりまして、左下を見てみるとこのようにロープ柵を置くような前の映像になっておりますが、現在9月現在ではロープ柵の設置工事が終わっており、動画投稿の際にはですね、運用が始まっているかと思っております。この5番線には入線の時にカーブになっておりまして、見通しが悪いため、このカーブのおかげでホーム上では混雑しやすい、そしてカーブで見通しが悪いという状況が重なり、注意の意味の警笛またはミュージックホーンなどが鳴りやすい駅ポイントでもあります。ということで6番線です。
6番線は特急しか来ないホームとなっております。スーパーハクト号、黒潮号と書かれておりますが、主にスーパーハクト号の大阪方面がやってきます。また他にサンダーバード号などもやってきます。新大阪、大阪方面の特急列車は関空特急はるか号の一部を除きまして、6番線、7番線から発車することになります。ホームには紀ノ国線などの表示もありますが、大阪行きサンダーバードと、このようにご覧いただいているスーパーハクト号、地図急行の車両ですが、ホット7000系が出入りすることが多くなっております。また朝の時間帯、そして夕方の時間帯における新快速列車や下り方面の貨物電車なども6番線または7番線を通るということで、ご覧いただいているのはホット7000系の地図急行を経由しまして、鳥取米子方面へ行きますスーパーハクト号になります。ということで7番線です。7番線もあまり人が少ないんですが、先ほどの6番線と同じホームになっておりまして、6番線、7番線はこのように特急電車がやってきます。そして米原側、ご覧いただいているようにカーブになっておりまして、入線時にこのように湾曲しながら進入していくということになっております。ご覧いただいている大阪行きのサンダーバード号やラッシュ時の新快速電車、回送電車や当駅止まりの巨星線の電車など、そしてスーパーハクト号などの特急電車、下り貨物列車などが通過、そして停車します。奈良線のこの向かい側、8番線から入線がきれいに撮影できるので、非常に貨物電車などを撮る方にとって非常に人気となっております。ご覧いただけるのはサンダーバード号ですが、12両編成が到着することのできるホームとなっておりまして、スーパーハクト号、そしてサンダーバード号が主にやってきます。また黒潮号などもやってきますが、大半はサンダーバードが占めることになっております。また冬の時期ですと、北陸方面からやってきたサンダーバード号はこの7番線で雪下ろしなどの設備をきれいにする作業みたいなのを行うみたいなんで、その時の動画は残念ながら撮っていないですが、皆さんもご覧いただいてみてはと思います。ご覧いただいているのは回送電車です。回送電車もこの7番線やってきたりとかしますので、こちらで幕回しを取ることもある、そういう形になります。さて8番線です。これから説明する8番線および9番線、10番線は京都から木津間を結ぶ JR 奈良線のホームとなっております。この京都駅の奈良線は茶色のこの東福寺と書かれておりますが、茶色のカラーとなっておりまして、8番線からは主に宮古寺快速の発着場となっております。また8番線、9番線、10番線のうち 8番線のみですね、東端式と呼ばれる行き止まりの駅となっていないため、駅西側にある留置線からの入線、そして発車も可能となっております。ラッシュ時等は普通電車、そして区間快速などの列車もここから発車することになっております。ご覧いただいている221系電車のように回送試運転として到着することもあります。このように朝の時間帯は普通電車の宇治行きなども出発していきます。こちらのホームはですね、奈良線ホームは残念ながら6両編成までが最大の対応となっております。
さて9番線になります。9番線は東端式ホームと呼ばれるホームです。4両ないし6両が停車可能で、主に普通電車が発着していくことになります。ご覧いただいているのは区間快速という列車ですが、こちらの区間快速や宮古寺快速なども9番線から発車するということが稀にあるようです。パターンダイヤでは8番線の列車が発車すると同時に9番線に普通電車が入線という、パターンが多いようですが、朝の時間帯、ご覧いただいている朝の時間帯なんですけども、区間快速などが発車していくこともあります。基本は4両編成の普通電車または6両編成の普通電車221系または205系がやってきます。少し昔までは103系と呼ばれる電車もこの9番線10番線などに入線してきました。右側には8番線の宮古寺快速も見ることができます。ということで10番線です。10番線はこのように普通電車が発着するホームになっております。こちらも9番線同様東端式となっておりまして、ご覧いただいている221系電車6両編成ですが、普通電車が発着していきます。新幹線の乗り換え口が大変近く、烏丸口と呼ばれる0番乗り場ですねの中央口から一番離れているところにあると言えます。東端式のホームの東端部にはコインロッカーやお手洗いなどが設置されているんですが、この JR 京都駅には JR 西日本の在来線0番線から10番線とあります。そのうちの10番線一番端の部分となります。また30番線から34番線もありますが、こちらは後ほど解説いたします。30番線34番線は、0番乗り場の方が近いため、0番乗り場から一番遠い場所がこの10番線と言えるでしょう。また新幹線はこの奈良線のホームの少し上のあたりにありますが、さらに、1段階遠いところにあると11番線から14番線となります。次の11番線からは新幹線ホームとなりますが、その後30番線から34番線をご案内しようと思います。ご覧いただいているのは205系と呼ばれる、また こちらも国鉄時代の車両ですね。奈良線はつい最近まで103系が2編成活躍していたことからですね、鉄道ファンがたくさん大変多い、京都駅の奈良線ホームとも されていましたが、現在では103系も見る影なく、現在は205系にとどまっていると、そういった感じになります。また221系の置き換えが進みまして、普通電車でも221系と呼ばれるこの白い車体の電車が多くなってきていると言えます。はい、ということで JR 京都駅の11番線です。11番線から14番線は新幹線ホームとなっておりまして、ご覧のように JR 東海風の、あるような場所になっております。もちろん JR 東海が管理しているのは間違いない駅なんですけども、 JR 東海の東海道新幹線が乗り入れております。新大阪から、名古屋の間のあるこの京都駅なんですけども、名古屋からは約40分でたどり着くことができます。またのぞみ号、光号、こだま号、すべてが止まる、べきとなっております。11番線は主に列車増発時や待避線として使われることが多いです。京都駅はこだま、光、のぞみ、すべての列車が、停車すると言いましたが、通過待ちはありません。そしてスムーズに到着発車できるように、こちら2面4線構造となっております。例えば11番線に列車がやってきたときに12番線に列車が発車していく、11番線が発車するときに12番線に列車がやってくる、同時発車到着というのを、繰り返す、そういうことによって列車の増発が可能になっております。ご覧いただいているのは11番線ののぞみ322号東京行きの入線映像です。16両編成で、端から端まで歩いたらすごい距離があるんですけども、
こちらも JR 京都駅の0番線には負けない長さとなっております。しかしこの立ち入ることのできるホームの長さというのは0番線30番線を合わせた長さには負けてしまうと、そういうわけになっております。12番線になります。12番線は11番線と同じ東京方面の上り列車がやってくる新幹線ホームです。11番線、12番線ともに可動式ホーム柵が設置されておりまして、乙女の祈りと呼べる、タラララララン、タンタン、タラララランっていう曲が流れます。でこの曲は JR 東海ではかなり使われているものとなっていますが、使用頻度は11番線よりも多く、12番線にたくさんの列車がやってくることがわかります。また、のぞみ号、ひかり号、こだま号、ほぼすべての列車が、この12番線にやってくると、そういうことです。反対方面から見てみますと、このようにカーブになっているのが若干お分かりいただけるかと思います。ご覧いただけるのは N700S、 つい最近登場したような新幹線の最新型ですね。このように新しい新幹線とかもやってくるんですが、ここは東海道新幹線ですので、500系、700系などはやってくることがないと、そういうことです。また東京方面側はですね、少し北方向に向かってカーブしている線形にもなっています。このようにやってくる電車、こちらが西側、新大阪方面なんですけども、こちらはまっすぐ入線できると、そういった形になっております。今発車していったのは12番線、のぞみ15東京行きです。このように16両編成の分、長いずらーっと可動式ホーム柵が並んでいるのが分かります。13番線です。13番線は先ほどの11、12とは違いまして、下り新大阪方面となっております。発車表を見てみると、のぞみ号と光号がひきりなしにやってくることがわかります。13番線は新大阪博多方面となっておりまして、こちらも可動式ホーム柵が設置され、すべての列車が停車します。東京方面側のホームなんですけれども、こちら見えている方とは反対側のホームにですね、少し北方向にシフトしていまして、16両対応ホームとなっております。中央部にはですね、キオスクなんかの売店などもございまして、新幹線すごく硬いアイスも、なんか売るとか売らないとか、そんな話です。やっぱり16両編成は長いですね。ということで、ご覧いただいたのが光号633号の新大阪行きです。だいたいこの辺にやってくるのは新大阪行きがほとんどですが、しばらく、しますと光号の広島行きやったり、のぞみ号のですね、博多行きなんかも、来ることがあります。やってきたのはこだま703号新大阪行きです。 N700S 16両編成で運行されております。そしてまたまたやってきました13番線のぞみ、到着してきた列車はですね、のぞみ号の何号でしょうか。のぞみ13号の博多行きだそうです。さてこちらもやってきたのはのぞみ15号博多行き。こうやって見てみると奥の方が少しカーブしているのがわかります。入線する時が大変かっこよく見える、そういう駅になっておりますので、ぜひ皆さんも行かれてはと思います。さて今発車していったのはこだま703号新大阪行きです。Thank you.
では14番線です。14番線見ていただいたら分かるんですが、一番八丈口の方に近い方面とホームとなっております。さて、やってきたのは14番線に到着したのぞみ207号新大阪行きです。こちらも N700S ですね。16両編成でやってきました。 JR 京都駅の中で最も南側に位置する場所にあります。京都駅八丈口と呼ばれる南側の出口なんですけども、そちらが一番近く、近鉄京都線のホームの上にも位置しております。待避列車や増発時などに使われることが多く、小玉号、また増発時ののぞみ号、光号などもやっていきます。11番線と同様に入線発車の際には速度制限がかかるため、入線も少しゆっくりと、そういうことになります。また発車も、だいたい70キロぐらいまでしか出せないのかなというふうになっていますが、新幹線ですからなかなか速い加速度を持ちまして、それでスピード感を持って、駅を出発していくと、そういうわけです。またこの14番線から発車する列車に関しましては、八丈口の南側からも大変よく眺望を見ることができまして、新幹線が発車するときなど、こちらは、ね、とても綺麗だなと思っておりますので、皆さんも京都駅八丈口方面に来る方がいらっしゃいましたら見てみてはと思います。また14番線のこの使用頻度もなかなか高いかなと思われております。のぞみ号も積極的にこの14番線に入線してくれるのですね、逆にこだま号が13番線にやってくることが多いであったりもします。また N700SK も最近多くなってきまして、新しい快適なリクライニング車両に乗ることもできます。またコンセントが全席についている、自由席でも指定席でもコンセントが全席についているというのが大きな点となっております。では在来線ホームにやってきました。在来線ホーム、こちらは30番線です。30番という表示がなかなか見つからなかったんですが、名前としてははるかホームと呼ばれております。30番線は1番線と一続きで日本で一番長いホームと呼ばれております。この30番線は関西空港へ向かう関空特急はるか号の専用ホームとしても使用されておりまして、約30分から1時間に1本の折り返しはるか号がやってきます。最大9両編成でやってくることができまして、朝には城崎1号、なんかもやってきます。特急用のホームということもあり、駅弁屋さんや売店屋さんがたくさんありまして、充実しているということです。このように高級感のあるホームにもなっております。毎時0分30分に新快速と同時発車するような、時にはですね、特急電車より、この新快速の方が速くなっておりまして、はるか号が新快速という列車に追い抜かれるということが見ることができます。またこのように同時入線も行うことができまして、はるか号の方が多少遅く入ってくることになります。また駅も手前にあることがわかります。関空特急はるか号は281系と271系というものが充当されておりまして、281系がこのように今見えている映像のような顔つきのものです。こちらは一世代前ということになって、現在は271系というのが置き換えられている、そういう状況になります。また JR 西日本はハローキティがとっても大好きですので、新幹線にハローキティをデカデカとプリントするぐらいの会社ですから、こちらの関空特急にも、デカデカとハローキティとのコラボというのでしょうか、ステッカーが貼られています。逆にステッカーが貼られていないはるか号を見たことがありません。このように30分ごとに発車していきます。また30番線は到着後しばらく清掃を行いまして、発車寸前ぐらいにドアが開くと、そういう形になっております。
さてでは31番線になります。31番線は朝の木の先1号以外の舞鶴、橋立号、木の先号などの特急電車、山陰本線方面の特急電車や普通電車、ご覧いただいている221系の快速電車や普通電車の園部方面の列車がやってくることがわかります。8両編成が停車可能ということで、木の先号、舞鶴号、橋立号などがやってきます。30番線から34番線まではこのように奥の方が閉じているタイプの投炭式ホームと呼ばれるホームになっておりまして、33番線と34番線につきましては後で解説しますが、1本の線路に2つのホームがある一面2線型の乗車・降車ホームが分かれているタイプのホームとなっております。特急電車がいない時間帯はこのようにやってきますが、ご覧いただいているのは31番線を発車する木の先3号福知山駅です。福知山方面の特急電車もこのように発車していくことが分かります。基本的に28、9系などが充当されておりまして、福知山駅とデカデカと書かれております。だいたい特急は30番線と31番線から発車するということが多いようです。ですが30番線ははるかに占領されている、そういうような感じになっております。2番線に西梅田行きが到着します。危険ですので黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。さて32番線です。32番線には221系などのほか、ご覧いただいているような223系5500番台、そして223系の6000番台などがやってきます。こちらの列車たちはすべて4両編成、2両編成でありまして、それらをつなげて4両、6両、8両でやってきます。オレンジ色の帯は221系の最高時速である 120km 毎時に対応した、そういった印になっております。32番線、33番線の発車ホームを見てみると、普通電車と快速電車が発車することがわかります。ご覧いただいているのは32番線からの眺望なんですけども、左側には221系ではなく117系ですねの電車が発車してきました。おそらく回送かと思われます。そして右側やってきたこちらの電車が山陰本線の電車です。こちら6両編成で到着しまして、先ほど見た、発車していった6両編成の入線時の映像となっております。6000番台と5500番台、また221系と並結するときに限りまして、このように6両編成で入線することがあります。基本的には8両ないし4両編成で入線することが多いようです。またこの5500番台というのはワンマン対応となっております。ご覧いただいているのは32番線に到着します快速電車の京都行き、また折り返しの園部行きとなります。こちらは4両編成ですかね。この佐賀の山陰線、山陰本線というのは亀岡方面へ行くわけなんですけども、福知山へ行く観光客というのはあまり少なく、京都周辺の二条円町、それからですね、京都鉄道博物館のある梅小路、京都西駅、はたまたですねこの園部方面なんですけども、嵐山ですね、渡月橋なんかで有名な嵐山、そして保津橋の方にね、保津川下りで有名な場所とかいう場所に行く観光客を乗せる目的でも多く使われることがあります。また朝の時間帯ですと学生の人がねたくさん乗る路線とも知られておりまして、混雑度が、ね、JR 西日本の中でもかなり高い路線となっております。この昼の時間帯は少ないんですがね。ということで32番線でした。では一気に33番線と34番線を解説していきましょう。33番線と34番線です。ご覧いただいているのは34番線のホームとなっております。
34番線は降車ホームとなっておりまして、33番線が乗車ホームとなっております。先ほど紹介した32番線と33番線が同じホームで、このように普通電車または快速電車がやってきたり出発したりします。このホームはホーム2つ、33番ホームと34番ホームで1つの線路を挟む形のホームで等段式となっております。34番ホームが降車専用ホーム、33番線ホームが乗車用ホームとなります。こちらにも快速普通列車が到着し折り返しが行われ、乗務員などは34番ホームの方から入ってきまして業務をすると、そういう感じになっております。そしてこの34番ホームが日本で一番大きな番線の数字となります。ですから日本で34という数字より大きい番線というのが存在しないと、そういうことなんですね。普通電車京都駅です。そして折り返したのが E 普通亀岡駅となっておりまして、亀岡まで各駅に停まる列車となっております。亀岡から先園部方面へ行く場合はまたいろいろ変わってくると思いますが、こちらは亀岡駅です。園部まで行くやつは確か快速としてしか来ないのかな。さて0番線から34番線まで京都駅全ホームを見てまいりました。こちらは普通電車の亀岡駅223系の6000番台ですが、ぜひ JR 京都駅をですね利用する際には今回の話を思い出してくれたら幸いでございます。またですね、他に京都市営地下鉄烏丸線、また近鉄京都線がありまして、最後にですねそちらの方をさらっと紹介して、この京都駅についての話を終わりにしようと思います。では34番線でした。近鉄京都線の京都駅ということになりますが、こちらは新幹線ホームの下のあたりに位置しまして、最大で6両か8両編成ぐらいまでしかやってこない、そんな感じとなっております。また JR や新幹線とは変わりまして19メートルぐらいの車両の車体となっておりまして、JR よりも若干両数と、そしてホームの長さがですね短い、そういうホームになっております。こちらも等短式のホームでありまして、線路が4本ですかね存在しまして、一番北側に位置するホームのみが、片側のホームのみと、そういう風になっております。また一番、八丈口側のホームにはですね特急電車島風号などもやってくることができます。特急電車は主にここまたはその一つ隣から発車すると、そういうことになるんですね。 ACE という呼ばれるのはエースという車両であったり、最近何かと有名な青によしという列車、それからですねみんな大好き島風号、水色のラインが特徴の列車、残念ながら日の鳥号というのはここにやってこないんですけども、将来的に来るといいなと僕は思っております。基本的に JR 奈良線とのライバルと、そういうふうに称されておりまして、奈良まで行くのはこの京都駅から急行電車をご利用するか、京都市へ地下鉄を利用するという手がかなり多くありまして、 JR 奈良線を利用する人もなかなかちょっと少なくなってきているというわけでございます。では逆に京都市営地下鉄烏丸線京都駅を見ていきましょう。京都市営地下鉄烏丸線の京都駅はですね、烏丸線ホーム1面2線となっておりまして、京都市営地下鉄は2つの路線、京都市営地下鉄東西線と烏丸線が走っているわけですが、烏丸線は、南北に行く形、そして東西線は、ご覧の名前の通り東西に行く路線となっております。烏丸線ホーム1面2線で国際会館方面と武田方面があります。国際会館方面というのは歴史の教科書でも出てくるような、なんか国際会議をしたところの場所となっておりまして、京都議定書とか書いた場所のね、場所となっております。はい、ちょっとすいません。で武田方面というのはですね近鉄奈良の方面となって、考えていただければと思います。国際会館まではすべて各駅停車の列車がやってきまして、武田方面は武田行きの各駅停車と、武田から先、新田波まで行く列車、そして急行電車の奈良駅というのが発車しております。武田駅が最も多く、その次に新田波駅、その次に奈良駅の順となっております。近鉄電車に直通しておりまして、近鉄方面からやってくる列車におきましては近鉄車が充当されることもありまして、京都市営地下鉄烏丸線10系20系の他にも近鉄車が地下鉄線内を走ることになっております。現在は京都市のお金もひもじいためですね、新車を導入したにもかかわらず減便する予定があるそうです。しかし最近20系と呼ばれる新しい車両を導入したため、本当にさらにひもじい状態になっているということで、皆さん京都市にですねたくさんお金を落としてですね地下鉄なんかをたくさん利用しようと、そういうわけです。ですから全国的にも少しちょっとかなり高めな、
京都市営地下鉄の、運賃となっております。ということで、20系という車両がですね、2編成活躍しておりまして、この20系はですねホームページにてこのダイヤの、運行情報というのを見ることができますので、皆さんも調べてみて、ぜひ見てみてはなと思います。ちょっと噛んじゃったな。ということで、これで京都駅全ホーム攻略してみたという動画を終わろうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。これ面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いいたします。今回は大変長い動画でしたが、最後までご覧いただきありがとうございました。